はい、3泊4日、2カ所目の観光スポット、またしても、川越やってきております。ね、お昼、そこのね、この福田の辻の交差点のところにある、京華さんっていうお蕎麦屋さんでね、食べたんですけどね、美味しかったんですが、写真や動画を撮るのを忘れてしまい、どんなものを食ったか残ってません。はい、残念ながら画像に収めることができませんでした。はい、で今日はですね、じゃあその、バスの駐車場を止める MS 観光バスさんの駐車場がですね満車ということでですね、いつ動かせという指令が出るか分かんないので、ちょっとご飯だけね、食べてバス戻って休むようにします。どこも回らずというところですね。はい、修学旅行なのかな、遠足のところね、中学生がですねバス8台、来てますんでね、足立ナンバーですね。お疲れ様です。はい、ということでこういう中途半端な止め方になっちゃいましたからね。はい、中学生、はい、ということで休憩したいと思います。はい、あ、はい、MS 駐車場ですけどね、ここからでも時の鐘が聞こえるかどうか確認したいと思います。あと1分ちょっとで鳴るはずなので、この辺からね聞こえるとしたら聞こえますもんね。感じになりました。あと1分ぐらい。そうですよね、うん、こっちの方が防災防災って聞こえないですよ、これ。はい、検証結果、あ、聞こえませんでした。はい、以上です。